こんにちは。今回はドラマー熊半次主演俳優たちの感謝のコメントについてお話しします。韓国ドラマー熊半次は豪華なキャストで構成され、全国民が参加するライブ方程ショーを通じて正義に関するメッセージを届ける作品として2021年7月から8月まで TVN で放送され、最高視聴率 8.0% を記録しました。主演俳優たちの SNS でのコメントは以下の通りです。ジソン、悪魔ハンジは私にとって大きな挑戦でした。チャレンジングな役柄に挑戦しましたが楽しく撮影できました。特にキム・ミンジョンさんとの神経戦は面白かったです。彼女は本当に強い存在感を持っていますね。このドラマを見てくださった皆さんに感謝します。ありがとうございました。ジニョン、悪魔ハンジは私の初めてのドラマ主演作品でした。ジソンさんと一緒に出演できて光栄でした。彼は本当に素晴らしい俳優ですね。彼の演技に感動しました。このドラマを見てくださった皆さんに感謝します。ありがとうございました。キム・ミンジョン、悪魔ハンジは私の初めてのドラマ出演作品でした。ジソンさんと一緒に出演できて嬉しかったです。彼は本当にかっこいいですね。彼とのキスシーンも印象的でしたね。このドラマを見てくださった皆さんに感謝します。ありがとうございました。これらのコメントからは、俳優たちがドラマに対する挑戦と共演者との印象的なエピソードに感謝の気持ちを述べていることが伝わってきます。視聴者への感謝の気持ちも込められたコメントがドラマの成功に一層の魅力を加えています。ぜひお楽しみください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。